はい。好きな日本語は感謝する、すべてのものに感謝する。早く。はい。お疲れ様でした。ああ、お疲れ様でした。素晴らしい、素晴らしい。冗談。歌手と俳優ワンオクロックが好きです。いや、僕はメロの映画とアクション映画が好きです。メロとメロ、エロじゃなくて海に行って遊びたいです。冷麺、冷麺美味しいです。うまい。目当てる。目が綺麗女の子が好きです。僕の考えではみんな同じぐらいだと思いますけど、あなたが一番。OK、OK、OK。僕は、ね、僕の考えではキュミンが一番ナルシストだと思います。おお、本当？一番自分を飾ることが好きですので、キュミン。僕はハンビョルと思います。海に行って。みんな遊びたいです。どこで？海。彼女と。静かな場所が好きです。本当？いえいえ。海に行って。やはり海に行って彼女と遊びたいです。好きな日本語。最近は一人で歩けない。一人で歩けない。じゃあ、これですか。アイアンマン。アイアンマン好き。アイアンマン。メロ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 。野球見に行きたいです。山。山。部屋。かわいいな部屋。かわいいな部屋です。そうですね。ヘアがストレートヘア好きです。광연。광연が、광연が僕なぜ僕僕한별。そうです。한별弱い。どこでもドライブしたいです。静かな場所。静かな場所。いい。行きたいです。日本語で ANE がめっちゃ好きです。 ANE。 岡田将生俳優めっちゃ好きです。かっこいいですよ。好きな女性。やっぱりロマンスとか愛の映画がいいですね。ロマンス。お祭り、子供の時にお祭りに行ったことがあるんですが、面白かった。南山、知っていますか？南山。そこが僕の考えでは、僕の おすすめです。背が高い。長い足。背だけ。背が高い。背が高いだけ。これで。いや。黒。黒がめっちゃ好きですから、服とか全部黒。自信。광연。やっぱり광연ですね。あれね。ナルシスト。ナルシスト。俺も俺が好き。自分。광연。最近は。最近は。本当に。광연。当てる。札幌に行きたいです。札幌に。気をつけて。どこがいいかな。海。静かな場所が好きです。いえ、静かな暗い場所か。札幌に行きましょう。札幌に。